こんな感じ。あ、ライフル改造。あ、そういえばお宝いっぱい。そんなになります？お値段。何がそんな高いの？3000、ははは、2000、2000。え、これが高いんだ。エバーグリーン、あの子倒すと手に入る。めっちゃ高い。売ろう。はい。やばい、一気に不合になってしまった。じゃあ改造するよ。じゃあ改造するよ。結局さ、なんかすぐ改造できちゃうんだよね。まあいっか。セミオート、これあげて、これあげて、威力あげる。シェバもあげてあげよう。あー、クリティカル欲しい。で、弾あげよう。あ、今これしかできない。これもあげよう。いける？でもシェバはもうハンドガンで決めてるから。あ、これいける。これは無理だな。ちょっと待った。あ、もうできない。で、あげて、で、あげよう。弾大事。これで玉あげ、まだあげない。悩む。やっぱライフルさんの攻撃力かな。あとシェバ、あ、もう今できないのか。シェバの攻撃力でしょ、これは最大で。あとちょっとどこなんか買う必要ある。なんかもうこの辺に来るとお金グイグイ入るね。やり直さなくてよかったじゃん。じゃあわざわざ取りに戻らなくてもお金グイグイ入るんだったらありがとう。またあの宝箱はどう取った方がいいのか。あ、でもなんかお宝あるかもしれないからな。やりたくないけど、いけるか。これやらないと左右が開かないもんね。しょうがねえ。しっこりくん、ここ閉じ込められちゃうから。あ、シェバと同じとこ行こう。よし、シェバが食らってやられても助けられるよ。おら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 
やった。Come on! Forget it! あ、ここ動かないのか。今、拾っていくから。こっちあるかも。はい。これどうぞ。やばい、シェバがもうたまらない。それでだ。あれ、どれ向ける？あ、左右入ってこう。あれ、閉まった？もしかして。あ、当てれば開くかな。これなんだ。危ない、芝。あー、これ先にやっとかなきゃダメだ。食らっちゃう。できた。ん？あ、違うとこも全部開くのか。なんかさ、一生懸命ここに当てようとしてた。カブトムシ金。なんてレア。ギャー！燃えてる。
めっちゃ燃えていらっしゃる。でもなんかミイラだよね。すごい苦しんでいるミイラだけど。反対。あれこっち来た方だっけ。いやあ！びっくりだ。雲はちょっと、雲はちょっと、なんかある罠か、ひどいし、大丈夫、ここ大丈夫、ここなんかな、あるじゃん。これあるじゃん。うん、よし。であとは、あ、これ、いったか、いっぱいある。宝じゃ、宝物庫じゃ。ふぅ、痛い。ヘビ、ヘビ、ヘビいっぱいいる。たまたま、卵、卵。痛い。ヘビ、ヘビをやる。多分ナイフでいけるんだろうけど、当たらない。ヘビない。卵じゃ、卵じゃ、お金じゃ、お金じゃ。クリス、その床にあるやつも拾っていいんだよ。そこのコインみたいな、売ろう。なんでこれはいらないの。これお金じゃないの。落ち葉、これお金じゃないの。持っていこう。あ、これもある。お宝じゃ。こっちもある。お宝じゃ。うん、あのにこやかな像が置いてる。これ食べちゃおう。幅取るかある。生卵を食べる。あ、大丈夫、来なくていいよ。よし、大丈夫、これ取ったらまた出てこない。それでこっち行くよ、シェバ。おいで。Come on! Forget it! 嫌なの。あ、危ないからちょっと。あ、これやってないな。今やってくるぞ。これでこう。と。手羽おいで。暑いから気をつけてね。よし。あれ入れた？大丈夫。ピシャンってならない。なんかこれの AI 作るの大変そうだね。ゲーム作るとき、なんか触らないように来るみたいな。うぅ、よし。なんだこれ、柱か。行くぞ。なんか綺麗なとこ出た。お花咲いてる。わあ、眩しい。すごい。綺麗だけれども。誰かの墓？これお花だよね。なんか怪しい花。How can they survive underground?ナウシカの。なんか地下に花が咲いてるの思い出した。なんか秘密基地みたいなところ。 Wait. どれ？ん？あ、箱？明らか。あ、アンブレラマーク。ブレラ、結構古いんじゃない？ What was umbrella do? I don't know. It doesn't look like anyone's been around for a while. You can be sure they wanted to keep this place. 実験施設みたいのが。Some of this equipment's got the Triso logo on it. Are they working together? 絶対やばい関係でしょ。
あ、終わった。 A ランク一回死んでるからね。あ、ウンディパイア族ファイル増えた。ファイルはまとめて後でやるね、最後らへんで。私は読んでおく。よし。わー、どうしよう、結構短かったな。これでもう弾がない。あ、クリスに渡しちゃった。ペパどうぞ。これはいいや。これで、あ、これ3000円大変希少、伝説化している、すごくない。これは前取ったね。よし、売ろう。これで、あと改造、あれ購入増えてる。あ、ハンドガン、どんどん出るけど、いやでも一番最初の子を愛していくから、まあとりあえずあれだよね、ノーマルだから大丈夫だよね。これやっちゃおう。よし。え、まだ上あんの？なんかもうマックスに見えるんだけど、ゲージが。まだいいです。12000。これを攻撃力強くしたら、なんかあっちのさ、ポンプアクションだっけ、あの一発撃つとガションってやる方が多分強いんだよね。これ上げちゃおう。よし。それでだ。ペパは？あー、上げちゃおう。今はできない。あとクリティカーね、クリティカルはしょうがない。よし、これでどうしようかな、もうちょっとやるか。じゃあ今度、あともう一回録画ぐらいで終わるか。 Not sure, but obviously there's a connection here with Umbrella, and that's never a good sign. We can worry about this later. First we need to find out about Jill. You're right. Let's see what we can dig up. あ、てか思ったんだけどさ、あれなんだっけ、あれ何言おうと思う忘れた、今何か喋ろうと思って忘れた。ああ、もう脳が年を取ってきた。待って、ここで一回切るから。よし、やるぞ。アンブレラね、こっち来た方だね。すごい綺麗だけど、なんかある？あ、このお花関係あんのかな？なんかあれ？幻覚見えたりとかする麻薬みたいな、そういうこと？あの、表戦士を作るためのなんかバーサーカー作成薬みたいな。ん？あ、通れなかった。なんかホワホワ出てる気がする、なんか花粉みたいなやつが。なんかある、なんかここにハーブが紛れててももうわからんこっちはなんかあるかい。水を浄化するためのタンク、栽培のため、やっぱ栽培してんだ。あ、カメキカメキ全然見えなかったけど、あとはないかな。なんかあの青いやつありそう。眩しい。よし。まあ、青いやつもクリア後でいっか。なんかあれ集めるとフィギュア増えるんだっけ。あ、なんだ、主任研究員ブランドンの日記1。はい、1966年12月4日、あの日スペンサー卿は
食することで絶大な能力を手に入れることができる太陽の階段と呼ばれる花があるらしいと話していた。これか。最初みんなはそれを眉唾物のただの噂の類だと思っていたが、それがこのような結果を招くとは。最初にその可能性に気がついたのは我が師ジェームス・マーカス博士だった。あ、ゼロの時のマーカス博士はそれを未知のウイルスが DNA を変化させるために起こる現象ではないかと考えた。何たる軽眼か。事実その推測は正しかった。我々は鼻の中に未知のウイルス始祖を発見した。アフリカまでやってきてこの地を探り当て襲ってくるンディパヤ族に神経をすり減らしながら過ごした。この3ヶ月の苦労がついに報われたのだ。昨日まで憔悴しきっていたマーカス博士も今ではすっかりご機嫌だ。一刻も早く帰り研究に没頭したいと意気込んでいる。私も同じ気持ちだ。一刻も早くこの始祖ウイルスの謎を解き明かしたい。1967年2月12日、我々は壁にぶち当たってしまった。アフリカから持ち帰った始祖花、始祖花でいいの？始祖か始祖花を我々はこの地で栽培しようとした。当初始祖ウイルスの組織培養を試みたが、その DNA を変質させてしまうという特性のためうまくいかなかった。そこで始祖花を栽培することにより始祖ウイルスの量産を行うこととなった。最初は順調だった。生命力の強い始祖花は成長も早く、わずかな期間で花をつけた。だがそこで問題が発生した。この始祖花には始祖ウイルスが存在しないのだ。栽培環境が始祖ウイルス発生に影響を与えているのだろうか。さらなる検証が必要だ。3月23日、完全に行き詰まった。あれからさまざまな条件で始祖花の栽培を行った。土、水、気温、湿度、日照時間、あらゆる条件を同じにしても始祖ウイルスは発生しなかった。私はマーカス博士と今後の研究方針について議論していたそこへスペンサー卿がやってきて会社を起こすと言ってきたが、そんなことはどうでもよかった。始祖ウイルスがなければ会社なんて起こしても無意味だ。この男はそんなこともわからないのか、全く嫌になる嫌なのあー、でもこのお花から生まれたんだね、ウイルス。すべての始まりお花じゃ。なんかなんだかんだプランタさん、プラントさんとかにも聞くのも元がお花だからかな。植物にもね、ウイルスで変異を起こすみたいな。なんかついてません？あれついてない？やめて、やめてください。やめてください。急にもう研究施設みたいな。ギャッ！あ、逃げていった。撃てばよかった。ちょっと待って、あれじゃないの？あれなんだっけ？リッカーさんじゃないの。天井にくっついて嫌なこと思い出した。あの2に出てきたやつ。あ、それ箱なのありがとう、シェバ。教えてくれた。よし、弾置いてあるぜ。え、そこにあった？え、そこにあったあ、出た主任研究員ブランドンの日記に。1968年4月15日、あれから1年以上成果が出ぬままに時が過ぎた。持ち帰った始祖ウイルスも底をついた。これ以上時間を無駄にすることはできない。マーカス博士と私はアフリカに戻る決意をした。またディパヤ族の襲撃に神経をすり減らすことになるのは辛いが、研究のためには必要な代償として諦めるしかない。だがその我々の悲壮な決意をスペンサー卿の一言が打ち砕いてしまった。ならばあの地を奪えばいい、簡単なことだ。その時我々はいかに間抜けな顔をしていただろうか。そんなこと思いもつかなかったのだ。いかにも俗物のスペンサー卿らしい発想だが、今はそれがありがたかった。マーカス博士と私はその提案を受け入れることにした。8月19日、ついに朗報がやってきた。あの地からンディパイア族を追い出すことに成功したそうだ。実際には地下遺跡の半分を奪取したに過ぎないそうだが、始祖花が育成しているあのエリアを手にすることができれば何の問題もない失礼、もうすごい喉が。あ、でもあのンディパイア族たちはみんなやられちゃったんだね。さらにスペンサー卿はあの地に始祖ウイルスを研究するための施設を建築
建設するという、彼にしては素晴らしいアイディアだ。早速マーカス博士と私はアフリカへ向かう準備に取り掛かろうとしたが、スペンサー卿がそれを止めた。マーカス博士にはラクーンシティにある幹部養成所の所長をしてほしいというのだ。最初はその要請に面食らったが、考えてみれば博士には落ち着いて研究できる環境が必要だ。今アフリカへ行ってもろくな研究設備はない。研究所が出来上がるのはまだ先の話だろう。ならば私だけがアフリカに出向き、シソウイルスをマーカス博士へお届けすればよい。マーカス博士もスペンサー卿も私の考えに同意してくれた。早速アフリカ行きの準備を整えなくては。明日からは忙しくなるぞ。9月29日、アフリカに来て2週間が経つ。やはり博士はお連れしないで正解だった。研究施設とは名ばかりの機材が積まれただけのテント。ンディパイア族の襲撃を警戒するために雇われた武装した兵士たち。そして何よりも私をイラつかせるのが、研究施設を作るための工事の騒音だ。より高度な研究を行うためとはいえ、これではおかしくなってしまいそうだ。こんなところでまともな研究ができるわけがない。ここで私ができることといったら、シソ花からシソウイルスを抽出し、マーカス博士にお送りすることだけだ。それだけに集中することにしよう。1969年6月15日、ついに研究施設が完成した。これで晴れてここはアンブレラアフリカ研究所となったわけだ。だがこの9ヶ月で分かったことがある。この程度の研究施設ではダメだ。もっと広く充実した設備が必要だ。そしてもっと研究員を増員しなくては。ここはシソウイルス研究の最前線となるべき場所だ。ここでの発見がこのままマーカス博士の新ウイルス開発の助けとなるだろう。幸いこれについてはあの主戦場のスペンサーも同じ意見のようだ。あいつと意見が合うとは珍しいこともあるものだ。ふふふ、あ、これ扉開くのね。教えてくれてありがとう。ってば、でもここから生まれたんだね、すべては。始まりの地というと、なんか人間の生命の始まりもアフリカからという説があるよね。これは開かない。行くぜ。Come on, Roger. でもさっき嫌な予感したんだよな、その。レッカーさん出てこない？あ、培養してる。I don't know how, but they could be using them to produce biological weapons. なんかあれか、騎士の花みたいな、そういうこと？お花似てるよ。This is the facility from the picture. No doubt about it. We're finally getting somewhere. どこ開く？ああ、起動してしまった。マークがトライセル研究ミゲルの日記。みんな日記大好き。ちょっと待って、なんかあの左下のやつリッカーさんじゃないの？すべ見えてますけど。2月19日、あのアンブレラのアフリカ研究所って聞いていたから少しは期待していたけど、実際には研究所と名の付くところなんてアンブレラだろうがトライセルだろうが大して違いがあるわけじゃないな。ちょっと待って、お茶飲ませて。行くぞ。すでに遺棄された研究所だから、ろくな資料も残されていないし、ほとんどの機材が運び出されている。まあ予想していなかったわけじゃないから、それほどショックじゃないけどね。大事なのはシソウイルスだ。これがなければわざわざアンブレラの古びた研究所まで来る必要なんかない。俺たちはすでに T ウイルスや G ウイルス、T ベロニカさえ持っている。プラーガだってある。何でも揃っている。全部持ってる。だが肝心のチソウイルスがなかった。それをついに手に入れたってわけだ。こいつがきっと俺たちの研究にブレイクスルーをもたらしてくれるはずだ。ワクワクするね。3月7日。リッカーって名前は誰が出てきた。名前は誰がつけたんだろうな。あの長い舌を見ているとうまい名前をつけたもんだって思えるよ。だが研究者にとっては厄介な BOW だ。完成されすぎていると言ったら褒めすぎか。進化の袋工事に入っているのかもしれないな。 T ウイルスの作用で変異した BOW をシソウイルスでさらに進化させようとしたが、どうにもうまくいかない。確かに多少の能力の向上はあったよ。感覚器官で言えば嗅覚は多少鋭くなったようだ。余計なことを。だけどそれだけだ。相変わらず視力はないに等しいし、醜い外見もそのままだ。大きく進化したといえば繁殖能力ぐらい。繁殖するの？リッカーさん、恋が生まれたりするの？
求愛したりするの。本当に世の中っていうのは思い通りにいかないもんだ。まあこれはこれで BOW として需要があるから良しとするか。リッカーさん強くなってるし繁殖する、恋するリッカーさん、わあ、まがまがしいね。それ、よし、ショットガンか。ショットガンは基本的には使ってないからな。最終的に、あまたです、友人への目。なんですぐちょいちょいリッカーさん待ち受けみたくしてんの。突然なんか休暇が取れそうだ。新型ウイルスの開発がほぼ終了したので、それのご褒美といったところだ。明日研究スタッフ全員でここを出てこの国を離れる。俺はそのままアリゾナへ戻るつもりだ。久しぶりの故郷だ、楽しみだよ。もっともこれ以上超天才のミゲル様のそばから離れられることが嬉しいんだけどな。ミゲルってのは俺の隣に座る研究スタッフの一人だ。確かに腕はいいし、発想や着眼点も悪くないが、口を開けば自慢しか出ないようなやつとずっと一緒にいなくちゃいけないのがどれだけの苦痛かお前には想像できるか。まあ大変そうだね。それは辛いね。話が逸れてしまったな。とにかく 2,3 日のうちには戻ることができると思う。昔みたいに一晩中飲み明かそう。じゃあな、ライアン。よし、行くぜ。ギャーなんか懐か、あれリッカーさんの爪痕じゃないの。クマみたく縄張りを主張してくる。怖い怖い怖い。このクリスたちジャカジャカ言い過ぎなんだよな、歩くとき。シェバもそのシャラシャラ取りなさい、あの首と首のやつのシャラシャラ取りなさい。気づかれた、シャランシャラン言ってるから。リッカーさん音に敏感だから、こんなシャランシャラン言ったらすぐやられるでしょ。シェバ走んない、シェバ走んない、絶対来る。わー、でもリッカーさんあれか、硫酸弾が効くのかな。めっちゃ縄張り意識してくる、主張してる。怖いぜ。そろそろ来るのかと思う。あ、バルブハンドルじゃ。はい、待って、これどうやって繋がってるんだ。ギャハギャハハ。ただの殺され方じゃないな、獣に食い荒らされたよ。これ何がどうなってる、服、人間、カラスじゃなくて。ここで戦うんじゃないです、あのレバー下げたらドンって出てくるんじゃないです。なんか持ってる、ぐっちょぐちょ、ちょっと滴ってる滴ってる、臓物から滴ってる。いくぞ、ドン。いる。いる。Careful. I saw something. 怖い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 。急に静かにならないでください。そんなバカな、そんなバカな。開かない構造じゃないんだよ。静かにね。ちょっと静かにね。開いてんの。ガラスか。割らないと。割ったら気づかれるでしょ。静かに、クリス静かに。恐ろしい。絶対出てくる。わ、でっかいネズミいる。わ、動物いっぱいいる。なんかさ、あの倒すとさ、一覧表のところに倒した数みたいの乗るんだよね。でもなんかかわいそうだから止めとく。でもなんかみんな苦しんでる気がする。みんななんかでも投与されてるね、この大きさとか。でかっ恐ろしいんだけど、この場所一斉に出てきたりしないですよね。ワンコもいる。ヤギとかどんなことになるのか見たいけど、
ヤギが攻撃してきたらどうなるか。ワンワン、ヤギ。恐ろしいよ。You grab it. Okay. ギャー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 、見えない、シェファ見えない、シェファ見えないよ。怖っ怖っ、頭頭、あ、お腹かな。ギャー2匹はちょっと痛いです。ベロやめて、刺さってる刺さってる。ベロやめて、ベロやめて、ベロやめて。やった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 、ギャー、助けて助けて。怖い怖い、ピッカーさん怖い。危ない、なんかちょっとな、でも滑らかになった。恐ろしい。あ、今なんかあのウンジパヤみたいなやつ手に入れたの、あのハートのやつ。あれどっちだ。